大分市で開かれた20歳の集いにはおよそ3700人が参加しました。新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行後初の開催となった20歳の集い。今年度20歳になる参加者たちは高校時代がコロナ禍と重なった世代です。会場ではマスクを外して友人との再会を喜ぶ様子が見られました。コロナとか学生時代やったんですけど、やっとこうやって成人の日を迎えて、そのマスクなしで今日参加することができてとても嬉しく思います。みんな結構大人っぽくなってるんですけど、笑顔とかそのまま変わらないので、すごく懐かしいのと安心しました。みんな会えて嬉しいです。20歳の節目を迎えた若者たちにそれぞれの将来の夢や目標を聞きました。私は今教育学部にいて、将来中学校の先生になりたいので頑張って絶対になろうと思います。僕はやっぱ20年間生まれ育った大分をもっといい街にして一番の街にしたいです。大分で有名なネイリストになれるように頑張ります。将来の夢はプロ野球選手で、ソフトバンクホークスに行って今まで感謝もらったんで返せるような立場になりたいです。そしてお世話になった家族への感謝の思いも。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。自分結婚してるんですけど、まあ、妻にもそうですし、やっぱここまで育ててくれた親にもやっぱものすごい感謝をやっぱしてます。晴れの日を迎えた若者たち、この日の感謝の気持ちを忘れずにそれぞれの夢に向かって歩んでいってほしいと思います。